イロウェイゲーム&チャレンジへようこそ。皆様お疲れ様です。ゲームとお酒と映画が大好きなイロウェイでございます。今回ですねこちらです。ジェームズ・キャメロン監督総指揮による、アリータというですね映画を、モチーフにしたですねアクション RPG のアプリが登場しました。アリータ、バトルエンジェルということでですねこちらを遊んでいきたいと思います。ちょっとね途中でこうなってるんですけどなんかねおかしいんですよ。バグっちゃっててね寝ちゃってるんですよね。これ主人公が3種類から選べるのかな。最初のそのうちの、まあ、女性型のこのアンドロイドだと思うんですけどこれをね、選んで、まあ、プレイしてたんですけれどもなんかね急にこんな風に、なってしまいまして、まあ、せっかくだから撮ろうということで何かなこれっていうね。お、撮った。あ、でも歩こうとするとこうなっちゃうんですよね。何なんだろうねこれ。よし、まあいいや。まあ、非常にオート形式が強くてこうボタンを押してあげると勝手にね目的地に行ってくれたり、まあ、非常に便利なアクション RPG になってます。オート機能が非常に充実してます。で、後からついてくるのがね傭兵のねちょっと一瞬じゃないみんな、これがね、傭兵です。でお任せを隠すことによって指導でももちろん取れます。で、ボタンが4つありまして、これスキルなんですが、非常に便利です。回避とか、遠距離に衝撃を出して、こういうのかな。こういうのもいいです。これ回避なんですけど、これ連続技です。気持ちいい。こういうの気持ちいいですよね。この、1つを稼げる。これかける2とかっていうのは、この、まあ、ちょっとゲームやってばっかりなのでわからないんですけどこの倍率が高いと、後の点数が平均値とかの関係で平均値がですねプラス色のエクスプローダー10というんですけども S ランクになりましておそらく現段階では最高ランクの傭兵になるので結構あのチュートリアル最初に進めていくとですねまあ、ガチャみたいなものなんですけども、傭兵と出会えるとか、墓場に、最高の、なんか、出会いに出る、形でやってますね。で、今、勝利って出たんですけども、最初はもう非常に簡単で、もうサクサク進めるゲームです。で、キャラクターの装備、まあ、武器とかを変えたり、あの、衣装ね、これ見た目変わってるのがちょっとバグが、ちょっと悲しいんですけど、こういった形で、クエスチョンのマークがね、左側に出るので、これクリックしてあげると、勝手にですね、話すべき人に、話すべき人のところに行ってくれるっていう、非常に便利なシステムになってますね。MMO 形式がちょっと強いのかな。うん、こんな感じです。アクティーグ、両腕ロボットですね。これかっこいいですね。なんか西部のガンマンって感じですけど。あ、で、これですね。酒場。これで、お、闇とかあるんだ。これは初めてだな。おそらくなんですけど、このかけらを、各キャラクターのかけらを集めることで、まあ、レベルというか、レベルが上がるというか、覚醒みたいなものができるんじゃないかなと思います。ちょっとねまだねほんと今日やり始めてばっかりなのでもう手探り状態なんですけどもこんな感じでもう腕とか多分足のパーツとかも全部この主人公自体もアンドロイドなので結構ねこれかなこれ解体しろってことだ。 OK 解体してみましょうか。もう A ランクはちょっといいかな。あ、 B も解体できるんだ。 B じゃない S か。 S もこれやばいな。 S はちょっと解体したくないですよね。で傭兵を解体して部品を手に入れたんだけどどうやって使うか分かんないんだ。え、それ教えてくれるんじゃないのこの人。え、なんだ闇市どうすんのこれ。
で、クレイモアとかエクスプローダーとかかけらがありますね。これと交換してみましょうか。でこっちも行ってみましょうか。クレイモアもねさっき出たんでちょっとせっかくなんでやっていこうかなと。でこれがね、このゲームのガチャみたいなものになります。で、無料乾杯残り3とかいって形で、これどれぐらい引けるのかちょっとわからないんですけれども、ビール、ワイン、ウイスキーかな、多分これウイスキーだと思うんですけど、この右に行けば行くほどレアリティの高い、キャラクターが出るようになってます。これが傭兵が、雇える、酒場ですね。こうやって戦闘ではかけらが手に入る傭兵の募集をして戦力をアップしていくんだ。ゴミ山周囲にあと3カ所悪の勢力が溜まっているエリアがあると。まだ体調不良なんだ、代わりに懲らしめてきてくれる。なんでちょっとなんでくれるなのかな、くれるかじゃない、この顔だったらくれるかって言うと思うんですけどね。まあいいや、行ってみましょう。あ、しまいにはねこれ透明人間になっちゃいましたね。やべえな。この一戦やったらねこの動画一回区切りたいなと思いますけど、結構ちょっとね悲しいんで。本当はねちゃんと走ってるんですよ。さっきまで走ってたんですけど、なんか寝転んじゃったり透明人間になったり、結構ちょっとね異変が多々あるかなというところで、まあせっかくなんでねコンボ取ろうかなと。で戦闘開始。このね剣のマークで通常攻撃で4つボタンでスキルを取って、ガガン結構フルチャージできます。で最初にだけの時間でこうやってやったらダメなんですけど、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 この世界観でもいいですね。ゲームのカメロンが効かないです。人間と機械に混ざって混ざり具合がいいですよね。すげえな。ゲームとカメロンの機械、やっぱでもアバターですよ。アバター最高の工業製品最高です。海外でフリーズ今ねゲオとかねツタヤとかで多分すごい安く旧作で借りることができますので見てみてください。 FBI 捜査官、あの女捜査官がですね、もう奇妙な体験を繰り返していく。で事件も解決しつつ、その奇怪な、現象もねそう解明していくような話になってます。ぜひ見てみてください。ということで戦闘終わったんですけど、今度またねこう 寝ちゃってる状態ですね。これやられてる感じかな。うん、止まるとねそのままになるんですよ。でも歩こうとするとこうなっちゃうんで、ちょっとおかしいんですけど、ま、皆さんねこういった状況、ただこういうアプリってあると思うんで、まあ僕もこれこの後問い合わせようかなと思うんですけれどもね、何かあったらすぐ運営さんに問い合わせてみてはいかがでしょうか。でこのプレイゲームね非常に、まあ、今プレイした感じだと非常にこう早くですね成長させることができて、すぐ強くなれる。でキャラクターがすごいコミカルで、こうロボットと人間とかロボットとなんか動物が混ざってるみたいなキャラクターが結構出てきますので、興味ある方はぜひプレイしてみてください。特にですねジェームズ・キャメロン監督の映画が好きな方はおすすめです。以上、井上ゲーム&チャレンジ、今回はアリータお送りいたしました。よろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。最後にですね、ガチャならぬ、酒場でですね、お酒選んでですねどんなキャラが出るか一回だけやってみたいと思います。早速いきましょう。一番いいやつですね、これです。あ、エクスプローダーかぶった、まあ、こんな感じでね、キャラクターが出てくれます。これですよ、すごくないですか。なんかね左手にこう飛行機のエンジンっていうかあれがついてる。
手にこのハサミ、3本のハサミで、足がですね、4輪だな、これちっちゃいタイヤが込みで4輪になってますね。で、顔が人間の顔っていうね、すごいカオスなデザイン、これはかっこいいっすよ。もう映画の世界のキャラって感じですよね。まあ、こんな感じでね、キャラクター出ますので、ぜひ遊んでみてください。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。